2回目の披露になるんですけど、これから福岡のいろんな場所で聴ける機会がきっとあると思うので、皆さんぜひこの曲覚えてもらって、なんならここで聴いたよって報告してくださってもいいんですけど、ぜひ覚えてもらえたらいいななんて思っています。それではそのえのきしめじの歌を聴いてください。どう